お疲れ様です。お疲れ様です。今日もちょっとみんなでマスクしてあれですけど、まあ、今緊急事態宣言が東京1都3県緊急事態宣言、明日から2月7日まで。長いですね。1ヶ月ぐらい今出て、まあ、愛知県も出て、そう大阪となんかもちょっと共同で緊急事態宣言してくださいって言って、はい、まあ、あの第1波第2波とか言われて、はい、まあ、うちの会社もいろいろ対策しに行ってた。結構対策はうちは早くて、もう在宅に結構すぐ切り替えたね。そうですね、すぐ切り替えましたよ、ね、で、はい、11月ぐらいまで在宅にしようか、はい、そういう状況の中で、はい、まあ、いろんなことしてきたけど、まあ、ちょっと落ち着いてきたなっていう感じだったし、だけど、あのね、これ本当にさ、はい、まあ、これ職人さんが結構見てくれてるんでさ、まあ、ぜひいい機会、まあ、俺らって職人さんの世界って結構さ、はい、まあ、中卒でバカって言ったら失礼だけど、まあ、俺らって体育会系じゃん、うん、ね、大丈夫大丈夫なんとかなれって結構プラス思考って多いもんね、はい、あの一つちょっと気にしてほしいなと思うんですけど、昨日、はい、この7000人かなんか超えたんだ。そんな増えてたんですか。そうそう、でこれグラフ、これなんだ、ニュースになってましたね。でこれまあ多分正月にいろいろね動いて、あ、そうそう、なんか結局言ってましたね、正月の時はみんな自粛してると思ったら、はい、結局身内周りでみんな集まってるから、はい、身内周りから感染してたんで、あ、やっぱ数が集まるんだな。でかくなくても確かに集まりますよね、うん、結局自分では分かってないけどコロナにかかってるからそれで持ってって、はい、そこからまた広がってる。ああ、急にだな。まあうちの会社もやっぱこんだけ人数が出てきて、まあ、また考えていかなかったじゃん。で、まあ、この間ね、あの事務員が、ね、同時にバーンって辞めたみたいな話もあったわけで、はい、ちょっとね、今事務もね、まかない部同士が集まって、はい、まあ、今4人多いよね、実質4人、はい、事務の中で、まだ今わかんないから、じゃあ家に資料持ってってやるっていうのは、なかなか難しいかもしれないけど、じゃあどうするんだよね、できないことをできないで終わらせていったらあかんから、例えばどういう方法があるの、事務の意味。話さないっていうのはきついんで、うん、まあ今一応ちょっと隣にバリケードじゃないけど、うん、なんかもうちょっとなんか大きめのやつを、ああなるほどね、やるとか、うん、あとはまあ営業はもう外行ってもいいもんで、ね、営業にも在宅にもう一回再スタートしてもいいかもしれないね、はい、ああそうですね、うん、でまあそれこそ手洗いの入り口に絶対ついてやるのと、マスクをもう一回事務所内は、はい、社長も含め、はい、全員やるっていうのも一つの手かもしれないね。そうですね、うん、やっぱ飛沫とかが一番あれみたいなんで、ね、話すときはまあつけろとか。そうですよね。で逆に現場はどう？現場はまあ正直お客さんの接点は朝と終わりしかないですけど、うん、結局おはようございますと終わりましたっていう、うん、その時だから面と面合わせてしゃべるもんだから、マスクするしかないっていうか、ね、まあ今やってるよな。そうですね、でも現場もう職人もまあみんなマスク配って、うん、あの一時期があったのは、やっぱ仕事中にマスクしようって言って全員やらしたの、絶対マスクしてしまうでしょ。だけどやっぱもう問題みたいな、運動で子供がもう死んじゃったとか、ね、マスクしとったせいで酸欠で死んじゃったとか、やっぱ現場仕事って結構体動かすから、きついですよ、ちょっときついよね。だから汗もすっごい出るし、これでももう苦しいよ。濡れると息通さなくなってくるんで、マスクが。そうだよな。で、まあちょっと、まあ、作業中なかなかマスクっていうのは難しいかもしれないけど、ね、まあ外だといいけどね、うん、空気の浄化とかさ、空気の換気どころの騒ぎじゃないじゃん、はい、外なんだから現代なんだ、はい、まあそうだよな。現場はまあ一応お客様との挨拶はきちんとマスクして、はい、営業なんかもそうだよね。難しいって言ったらね、コメントまたわーわーわー言うのもあるかもしれないけど、やっぱまず会社守らなあかんし、まあ俺本当にいろんな経営者と会うからさ、やっぱコロナで飲食店の人もそう、あ、はい、めちゃめちゃ苦しんでるから、実は本当に首くくる自殺者の方が増えるんじゃないかっていうぐらい、そういう中で、まあ、飲食店だけじゃないかね、建設業も本当に悲鳴なってきてるじゃん。でも差があるよな、建設業は差がある、ね、あ、そうなんですか。なんであの差があるの。止めるからじゃないですかね。止めてるか止めてないかの差がね、うん、コツコツやってるところと、まあ、一気に止めるっていう、バーンとも止めちゃったもんね。多分その反動が大きいんですよね。でも、うん、逆に職人も集まらんからな。そういうところに流れ出ちゃった職人を、じゃあこっちもやっぱり再開した方に戻ってきてよって言っても、はい、集まんないとか、はい、そういう話も聞くな。
それで決めちゃうんで、やっぱり1週間、2週間ってもう先をもう、やっぱり仕事がなくなるのが怖いんで、やっぱりもちろん、はい、そうすると、やっぱりいきなり仕事あるから、ちょっとこっち行くって、まあ、抜けれないですね。まあ、それはあるよな。まあ、本当に、まあ、こうやって視聴者でね、一般の人が見とったら、ふざけんな会社のためにコロナ感染させやがってとか、そういう風になると嫌だけど、どう対策していくかだよね。この7000人だけど、はい、まあ、死亡者の数でいうと、まあ、これちょっと本当、情報として見てほしいんだ、これ。これみんなやっぱ、意識改革じゃないけど、今日の動画ってなんか俺らがいいよとか悪いよって、なんか俺らのやってることが間違ってるっていうじゃなくて、これだけ感染数が増えておるっていうことは、やっぱ不要不急、だって不要なこと、急じゃないことだよな、は控えようねって、もう、俺、宅飲み結構やったの、うん、楽しいんだよな、結構、宅飲みも、みんなで、はい、でテレビ電話でやるのかさ、オンライン飲み会、楽しいんだよな、行くやろうか、一緒に。分かりました。俺が一番、やっぱもう、根底にあるの、会社は絶対潰すよ。まあ、前だね、自分が辞めたの話も含めて、はい、根底にあるのは今おる人たちをやっぱ守らなかし、うん、俺もそのじゃあ逃げた方が楽って思う時もあるじゃん、だけどさ経営者ってほんと自殺するぐらいさ、だって別に金なんかなくなったって俺どうでもいいんだって、死ぬ理由ってさ、お金がなくなったことじゃなくて、はい、一生懸命ついてくれてきたくれた人に対する申し訳なさでしょ、お客様に対する責任感だから、責任感がないと経営者なんか、まあ、責任感ない人もおるけど俺見てきたんだから、うん、でね、なんか建設業は特にじゃん、まあ、そのやんちゃくれのさ、もうやんちゃくれの世話なんか費用対効果ってやばいよ、ちょっとなんか優秀な方だけどいろんなやつおるじゃん本当にね、前だから飛んだやつとかさ借金とかね、そんなもんだと思うし俺は、だからまあ好きだからやれるっていうのが、まあ、一つあると思うんだけど、うん、だからまあ、みんな感じてほしいのは、これリスクヘッジしかない、でこの間社員もあこれも素晴らしいなと思ったのは、はい、一緒にみんなで帰りご飯ちょこっと行こうか、まあ、1時間ぐらいなんでちょこっと一杯行こうかって言ったら、やっぱおじいちゃんおばあちゃんと一緒に住んでるから、はい、私はやめてきますねって、で若いもんで死なないだけじゃなくて、はい、そういうやっぱ意識が大事だ、でもう一律になんか全国 の、 その、まあ、女性、はい、男性40代、50代、20代が、はい、みんな同じ方向を向く必要ないと思う、自分の状況とかに応じて、そうそうそう、自己管理ですよね、自己管理、それはもうそう思う、なんかよくコメント欄見てると、ただただ責めてるだけのコメントって結構多いじゃん、はい、うん、じゃなくて自分の立ち位置でその世界見て、うん、絶対に感染したくないって言うと家の方がいいんだ、そうですよね、うん、それは間違いないです、俺はそこを責めるしね、俺は会社っていうこの生きてるものがあって本当にもうじゃあ1年間会社もう止めます、はい、って言って止めたらもう社員は絶対戻ってこないし、社員の生活も今は止まるだろうし、まあ、俺も俺の人生の人生設計も狂ってくるし、まあ、もちろんこのコロナに狂ってる、狂ってるけどその、まあ、許容でいろんなことを毎日判断してるんです、間違った選択、合ってる選択ってしとるわけじゃん、もちろん全部正解じゃなかったけど、まあ、実際今後こうやってやっぱコロナがひどくなるから、どうしていきたいとか、どうしたい、まあ、まあ、島の責任者としてさ、一人一人意識していくしかないじゃない、それ、うん、マスクつける、消毒する、お客さんと話すときは距離取るとか、うん、そういう話、うん、そうそう、できることは絶対やってかなかったね、リリーちゃんどう、やっぱ女性だからさ、やっぱまたね、はい、まあ、どっちかというと女性の方が保守的っていうか、はい、きちっとマスクも絶対しとるし、はい、いいことだと思うんだけど、その女性の観点からして、これまた建設業で働いてるからさ、はいはい、特にそういうところが、まあ、言い方悪いけど意識が低いっていうかさ、まあ、うちね結構緊急事態で前からの在宅とかやった方だけど、はい、まあ、そういう世界で働いてて、はい、どう、そうですね、なんか一回なんか最初の方に春ぐらいに緊急事態宣言出た時に、うん、なんかもう本当に街中すからかんみたいな状態になったことあったじゃないですか、うんうん、もうあの時なんだろう、そのもう普通にヤバくないみたいな、うん、なんかコロナがっていうよりなんかこの経済が全くストップしてるっていう状態がなんかシンプルにヤバくねみたいなってなって、うん、こんなことしてたらヤバいでしょ、うん、みたいな、うん、ってなったんで、なんかなんだろう、まあ、確かに感染者増えて死亡者が増えるのも確かに良くないし、うん、対策はしていかなきゃダメだけど、うん、またあの状態になるって思ったら
ちょっともう、まあそういうことね、ダメでしょっていうか、なんだろう、コロナで死ぬ可能性と経済がストップして不幸せになるっていう、その、うん、天秤にかけたら、まあそうだよね、あの状況は、ま、やばすぎたでしょって思うんですよ、うん、私は、うん、で、あの時ってさ、はい、特に俺こんなに長引くってみんな思ってなかったし、毎日そうか、で明日のことって誰もわからんの、はい、だって俺、ね、あんだけやって、でも YouTube 撮ったじゃん俺らは、はい、いやいいよって、そうなんだけどね、リスクエッジして、俺は YouTube っていうのも一つの仕事として大事なとこだから、はい、お客さんのとこでも動画撮る、でそのことに対してすっげえコメント流れて、一時期その YouTube やってる人はみんな家でしか撮ってない、外で撮るところ映しちゃダメだ、はい、だけど印象には動いてるし実際、うんうん、でも苦しんでね、やっぱお客さんがやってで、建設会社ももちろん動いとったよね、はい、だけど映像にしちゃうと書かれる、うん、俺はもうそんな関係ないじゃないですか、自分たちが発信できるのをやっとって、結局感染者はその時よりも全然、ね、11月、11月、12月も多いわけじゃん、うん、でも人っておるじゃん、めちゃくちゃ、はい、おったじゃん、はい、だけど自分たちもこれがもういつまで続くか今度分からん、うん、変わったから、うん、これすぐ終わるわって、でお前ら何外でどんな、この間待っとけって1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月だと思っとるの、うん、俺もそう思ってたし、まあまあ行ってこない2、3ヶ月だろって、まあね、みんな家帰って仕事しろみたいなノリだった、ぶっちゃけ、うん、だけど何って正解分かんないから、ね、本当それ言うように、うん、であの時の状態みたいになる可能性あるってことだよね、そうですよね、実際今はそうらしいですよ、南その大阪も東京も今人が全然歩いてないらしい、そうですね、そうだよな、いや本当にそうだね、会社潰した方が楽って言ったらあかんけど、うんだけど、まあ、必ず戻ってくるって俺は信じてるしね、このコロナがいつまでも続かんっていうか、はい、まあだけどあと俺は1年は本当に視聴者の皆さん俺覚悟しておいて、まあ、俺1年はなるなって、で1年、うん、もう持つ体力が、まあ、今この数字だったらやれると思ってるから、だったら俺はもう数字を追いかけるなって言ってる、だって現場のレベル上げるとか営業マンのレベル上げる、教育に時間を使えて無理してじゃあさ仕事作るために飛び込みしろ、何しろ、これしろ、うん、この間のジムの問題もそうだけど、うん、そんな無茶なことしさせようとはしてないの、うんうん、じゃあその時にやれることってじゃあ何って、はい、じゃあ教育とかさ、はい、現場のレベルアップとか品質高めることに力を入れていけば、はい、もう来年だよね、はい、1年だってもうコロナが収束した時にめちゃくちゃ強い場所になってるわけじゃん、はい、それでいいかなと思う、でその仕事がバーンと今度倍来たって、はい、耐える力をつけよう、全みんなで職人さんのレベル上げて、営業のレベル上げて、自分のレベル上げとけば、はい、絶対にチャンスをものにできるし、だけどそのチャンス来た時すら手に入れなかったかな、はい、そうですね、暇っていうか、まあ、ちょっと時間がある時にそういうところを強めてそうそういてみたいな、うん、ただみんながなーなーになってもう仕事ねえでってボーっとさ、はい、ってやってったらさ、はい、今度忙しくなった時にもう立ち上がる足腰ないじゃん、ですよね、うん、だから俺はフルマックス 100% で稼働するように、はい、動いてるよね、はい、もう喋れ、もうね、なんか寝たくなってきちゃう、納得すんな視聴者代わりもあるんだまあ今求人もね、求人道場ってやってて、はい、本当にね、無料掲載してくれる子たちもおって、まあ、求人では種類以上、今日見たら本当470社かな、で掲載しとるのがまあ170社ぐらいだな、今うちもすっごい求人来るからさ、うん、塗り替え道場本当にそうですよね、すごい、すごい来ますね、毎日3件4件ぐらい、それだけやっぱもう急に暇に今年になって暇になってきたんだなっていう実感あるんで、あぜひそっちの方もね、求人道場で検索すれば出てきますんで、ぜひそちらの方も登録して、でまた登録やっぱしてくれたら俺もまた金つぎ込めるからさ、うん、そうなるとね、またより良い求人サイトになっていくだろうので、うん、あのぜひそっちの方も登録もお願いします、お願いします、チャンネル登録といいねよろしくお願いします、お願いします、またねー、またねー。